マリノアシティ福岡の事業主である福岡辞所は RKB の取材に対し建て替えを含むリニューアルの検討に入ったことを明らかにしましたすでに一部テナントに対しては今後の方針を説明しているということですまた関係者によりますと事業の大幅見直しや業態の変更も視野に入れているということですマリノアシティ福岡は2000年10年月に 九州初の本格アウトレットモールとしてオープンし、現在はおよそ160のテナントが入居しています。福岡自所は開業から20年以上経過し建物や設備が老朽化したため建て替えを含めて検討していると説明しています。